2001年カナダグランプリでドーナツターンを行うジャンアレジドーナツターンは車両の運転技術の一つである。車両の前輪、または後輪を軸として、車体を連続的に回転させ、ゴムによる円形のタイヤコンを路面につける。摩擦によりタイヤから煙が出ることもある。ドーナツターンは濡れた路面、または凍結した路面ではより容易に行うことができる。 オーストラリアのアウトバック地域では、サークルワークとも呼ばれ、EN、バチェラースピンスターボールズでしばしば行われる。ドーナツターンを行うことには、危険を伴うことがある。サスペンションと駆動系に負担がかかり、制御不能な機械的損傷を起こすことがある。タイヤも激しく痛むため、突然空気圧を失ったり、バーストしたりする恐れがある。レーシングドライバーはしばしば、 自らの勝利を祝うため、またファンを喜ばせるために、ゴール後にドーナツターンを行うことがある。ナスカーでは、デイル・アーンハート、WRC では、コリン・マクレー、カートでは、アレッサンドロ・ザナルディが、各カテゴリーで、ドーナツターンを行い始めた。変わった例としては、2006年トリノオリンピックの、開会式で、ルカバドエルが、フェラーリ F2005 に乗って登場し、コリン・マークにちなんで、 ドーナツターンを披露したことがある。ドライバーがレース終了後にドーナツターンを行うことは、レース後の車検、表彰式等の進行を遅らせる要因となるほか、特にトラック上で行った場合まだサーキットを走行中の他の車両に危険が及ぶ恐れがあるため、ペナルティの対象となることが多い。例えば、セバスチャン・ベッテルは2013年インドグランプリ優勝時に、 サーキットのホームストレート上でドーナツターンを行ったことで、開国処分を受けている。ただし、F1 においては、2014年より、他のドライバーやオフィシャルに危害を加えない、表彰式を送らせないなどいくつかの条件を満たす、場合にドーナツターンが容認されることになった。なお、日本国内において、行動でのドーナツターンは、器物損壊罪に問われる。ありがとうございます。